はい、炭酸水好きな俺のシュワシュワ動画始めていきたいと思います。久々なんですが、やっていきたいと思います。今回は、ですね、三流メーカー、シジシージャパンという、株式会社シジシージャパンという、やつの炭酸水、ソーダ。ですね。こちらはですね、別に三流メーカーといえどですね、水と二酸化炭素のみなんです。原材料名。うん。なので、まあ、別に、しかも値段が、まあ値段変わらずかな。79円ぐらい。うん。まあ一般的な、あれと同じですね。うん。まあ飲んでいきたいと思います。まあ、こちらはですね、シジシージャパンというのはですね、まあ、主に新潟県の、やつなのかな、わかんないけど。うん。魚六っていうスーパーにね、置いてありました。はい。炭酸が結構強いか。ね、結構強めなのような気がするんですけど。じゃあ、いただきます。乾杯。うん。うん。うん。普通に強い。うん。まあ。味も別に、うん、問題ない。うん。まあ、あれでしょう。以前買った。トップバリューの商品よかは、まあ、言ったか忘れましたけど、トップバリューの商品はですね、あれは非常に怪しい。原産国名が書いてない。さらに、まあ、原産国と、なんか製造者が多分書いてないんですよね。トップバリュー商品。なので、今後は多分、トップバリュー商品はね、これほぼ一切、買わないことにしました。うん。怪しい。確実に中国産ですね。怪しい。とにかく怪しい。ので、俺はもう、トップバリュー商品はもう買わない。まあ、いわゆる、知ってる人は知っている。まあ、俺も最近知ったんですけど、岡田。民主党の岡田の、岡田財閥の、なんか、あれらしいですね。会社らしいですね。イオンは。うん。その岡田っていうのは、まあ、かなり、ね。まあ、悪名高い。という、ので、まあ、非常に、まあ、有名、なのかな。うん。多分ね。まあ、なのでまあね、ちょっとやばい。だって原産国名とトップバリューの商品、原産国と、あれですよ、製造会社が書いてないんです。うん、怪しすぎるでしょ。しかも、書いてないのは、なんつったっけな、イオンのね、ところで見たけどね、書いてないのは、なんか安心をなんたらかんたら、イオンが全部負担しますとか言って、意味不明なこと言ってる。なんか、その商品に問題があった場合は全部イオンが負担しますとか言って、言っとるわけですよ。
まあ、別に聞こえはいいんですけど、実質そこの商品なんだから、お前が負担するのは当たり前だろうと。もう最もなことをね、言っているだけなんです。結局。だって普通、ね、そこのスーパーで買ったら、そこのスーパーにまず文句言うでしょ。ね。どうなってんだと。言うわけです。ね。で、それはそうだろうと。な。当然、イオンの、ね、ブランドなんだから、イオンの、その店舗に、普通クレーム言うでしょ。それをね、なんか、そういうなんか安心安全とかわけわからんこと言って、言っとるわけですよ。バカかと。お前何言ってるの？イオンの、原材料名。原産地。原材料でググるか。違う。なんかリチウムイオンとか出てきた。イオンの原産地か。原産国でググると、まず最初に出てくるのが、イオンが、原産国を隠す恐ろしい理由と。うん、トップバリューの原産国はどこですか？当然トップバリューっていうのは基本的に安いですよね。うん。安いわけです。まあ、安い、イコール、まあ、あんまりよろしくない。っていうのもあるんですけど、ですね、トップバリューの商品を、そこに製造メーカーではなく、イオンの名前を記します。それはその商品の品質について、イオンが 100% 責任を持ちますという約束です。っていうので、原産国も、記さないと。で、原産国が中国って記されてたら、まあ、敬遠する人がいるからでしょうね、多分ね。うん。ですね。中国や韓国と綿密な関係の、あの民主党岡田の一族が経営するイオンですと。うん。ね。イオンが責任を持つのは構わない。というか、イオンで売ってる商品なんだから、どんなものであれ、責任を持つのは当然。しかし、それと現地や原産国を隠すのは全く関係ないことです。そうですよね。うん。ということで、製造者イオンというのは中国&韓国産というのとほぼ同義だと。うん。間違いないですね。うん。間違いないですね、これね。中国産、韓国産、もしくは、北朝鮮。この、ね。ひどいですね、これね。この韓国なんだか知らんけど、唾をね、食品の製造ラインに吐いているという、この画像。これはやばい。ね。当然、ね、
それでも結構買ってる人が確かにいるんですよね。原産国などの表記が、記載が消えますと。これおかしいでしょ。さすがにさ、イオンの CM より、商品の安全、安心は他の誰かに任せられません。だからイオンの商品はそこに製造メーカーではなく、イオンの名前を記します。わけわからない。イオングループのトップバリュー商品から原産国製造メーカー名がなくなります。つまり、それはどの国で、どの国の材料でどこで作られたかの情報を消費者は選べなくなる。これやばいですね。イオンモールでの貯水槽に遺体があった事件忘れてはいけません。ああ、そんな事件あったの。毒入り餃子、寄生虫キムチをお忘れですか？本当だよね。ね、こういうグロテスクなことがあるわけですよ。でね、これをもう、あれですよ。これをですね、裏付けるかのごとくの、ですね。証拠とも呼べるものがありましてですね。これどっかのな、あれで、あったんだが。なんだったっけ？イオンのね、そのトップバリューの商品でですね、ものすごい、あれがやばいんですよ。とにかく。なんかやばいものが検出されて、いわゆる、なんだ、全部こう、なんていうの、こう、全部、その、いわゆるリコールみたいな感じ。リコールだっけ？なんだっけあれ？車の、ね、なんだっけ？ああいうの。が、むちゃくちゃあったっていう、事実があったんだよね。どれだっけ。もう大半イオンの商品だっけ。イオンのなんか、チョコレート菓子みたいなの。イオンは2日、同社の、トップバリューチョコレートケーキからアレルギー物質として、食品衛生法で表示が義務付けられている落花生の成分が検出されたと。まあ、つまるところ、本来、落花生は含まれてませんっていうのが、普通に含まれていたと。これによって、まあ、ものすごい。ね、当然アレルギーっていうのは、まあ、人それぞれですけど、死に至るケースだってあるわけです。ね、やばいですよ。こういうので、全品回収になってたりとかって、すごいあるんですよ。とにかくやばい。イオンでの、トップバリュー塩ラーメンから発がん物質が検出と。またイオンかよ。店の受水槽に死体が長期間入ったままで放置され、その水を店舗内に飲用として使用したり、ハムスターの餌買いに行ったら窃盗犯にされた上、
殺されたり、自社ブランドの液晶テレビがシャープに特許侵害で訴えられたから逆入れして、シャープ製品を全店から撤去してる。はぁ、あ。トップバリューの野菜ジュースが安かったので手に取ったが、原産地が書かれてなかったのでやめた。福島の野菜使ってそうとか思っちゃった。疑い出すとキリがないかと。確かにその通りですよね。まあいろいろとやばいと。イオンは。まあつっても俺イオンのトップバリュー商品、ほとんど買ってない、なかったんですけど、買ったとしても炭酸水とか、あと、まあ、あと酒か。あの、焼酎。とか、売れかな？いや、よかったよかった。ほとんどよくよく考えて買ってない。危な。まあ、こういうプライベートブランド、イオンとかの、あのトップバリューみたいな。プライベートブランドで、やっぱり安全なのはセブン&アイの、あれが非常にいいらしいですけどね。まあ、そこら辺は、まあ、どうなのかは実質はどうなのかは、まあ、これも CGC ジャパンのね、プライベートブランドですけど。まあ、大体さ、俺もおかしいとは思ったんだよ。トップバリューのバーリアル。バーリアルってあるじゃん。バーリアルじゃねえ。プレミアムビール。トップバリューのさ。あれさ、あれ、プレミアムビールなのに160円、60円ぐらいなんだよ。普通プレミアムビールって200円はするんです。ね。ヘッド。なんでそんな安いの？で、飲んでみると実質、別上ね、160円の味なんですよ。別にどこがプレミアムかと。いうぐらいの、まずいんですよ。で、確かに、ね、そんな普通に考えてそんな安く作れるわけないだろうと。うん。ね、ピーナッツクリーム食った後、彼女とキスしたら彼女がアレルギーショック死したでござるの巻が実際にあったんだって。ピーナッツとそばアレルギーっていうのはやばいらしいですね。死人が出るほど。やばいですよね。セブンプレミアムはやっぱり、いろいろ製造メーカーとか全部公開してるらしいですからね。確かにやばいですね。ね、子供を持ってる人は大変ですよ。アレルギー持ちのね、当然。
いろいろとあるみたいですが、まあさすがにね、アレルギー系に関しては本当にやばいです。正直。やばい。表示はもう義務付けられてるわけですから、その義務を破って誰かぶっ殺したとか、ね、誰か死人が出たとかになったら、もうはっきり言ってもう、終わりですよ。もうイオン潰れるんじゃないか。死人が出てないからまだよかったもんね。むしろさ、まあ、ね、死人出たらもう終わりですから、それでもう、ね、もう殺人罪みたいなもんですよ。はっきり言って。ね。ちょっとこの、そうだ、全く、関係ない話、いろいろしましたが、そちらのソーダは若干、酸っぱい。酸っぱい。ので、四つ星。ですね。それではご視聴ありがとうございました。